ロードフォックスとは、ホンダ技研工業が、かつて製造販売していたオートバイである。本校では、本モデルをベースにした海外向け輸出仕様のジャイロ、S についても解説を行う。ロードフォックス1984年7月12日、発表、同月20日発売。形式名 ATP10。二輪車の特徴である、スムーズ、軽快。 経済性を損なうことなく、四輪車の特徴である、居住性、快適性を併せ持つ、備えた新しいカテゴリーの乗り物を全一輪、五二輪のスクーターイコールスリーターと名打ち1981年11月に発売されたストリームから数えて、第五弾となる、排気量 49cc の原動機付き自転車である。多くのコンポーネンツを1983年に、 発売されたジョイジャストと共用する姉妹車であるが、搭載される TB08E 型クーレにストローク、単気筒エンジンは、チャンバータイプのマフラーを装着し最高出力 4.0PS、6000rpm、最大トルク 0.49kgm、5500rpm と預かながらの向上が施された。車体面では、他シリーズのバックボーン型から変更して、 バイブ構成のパラレルフレームを採用し、バケットタイプシートや後輪に4.50から6インチのワイドタイヤを装着するなど三輪バギーをアメリカンタイプにしたスタイルが特徴である。年間販売目標1万8000台、標準販売価格13万9000円とされたが、1985年に生産終了となった。本モデルの海外向け輸出仕様で、 基本コンポーネンツは共有するものの以下の相違点がある。以下の改造を施すケースがある。これらの場合ではヘルメット着用義務がなくなるが普通自動車免許が必要となる。ありがとうございます。